はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、カルダのエイダ、同ー,ーコイン、あと、ムー、イーサリアムクラシックえ、今日7通貨ですね、テクニカル分析していきたいと思います。今日が2022年の4月の5日火曜日ですね、今が19時34分を回ったところですえ。今日の仮想通貨市場は若干ですね、上がってきたんですけど、依然として方向感が出るような動きっていうのは出てないですよね。今後、まあ、どこをですね、え起点として、こう、方向感を出してくるような動きになる可能性があるかっていうところ、えテクニカルでですね、まあ、しっかり見ていきたいと思います。 見てていいきたいと思っておりますそれからまあニュースもね海外のものを含めていくつか、えー、注目のニュースありますので。 ま、その辺一緒にですね、見ていきたいというふうに思います。えー、このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向、えー、それからテクニカル分析ですね。このあたり、まあ、初心者の方でもわかりやすいようにね、えー、ま、噛み砕いてお伝えするというチャンネルでやっております。えー、インスタやツイッターの方でもですね、情報を発信しておりますので、えー、ぜひチェックいただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場ですけども、えー、こんな感じ。まあ、ビットコイン、イーサーが1%ちょっと上がったかなということですけど、昨日ま、若干1%ぐらいです 下がってましたので、まあ、引き続き続この辺りファンダ的な要素もありますのでしっかり見ていきたいと思いますじゃあ今日はですね株式市場そんなに大きなね動きもありませんでしたので、えー、早速ですけど仮想通貨市場の動向から、えー、チェックしていきたいと思いますがちなみに今日経済指標発表がですね23時 ISM の製造業景況指数というものが発表されます、えー、これ結構注目されているのでここだけはちょっとね、えー、注目したいところかなと思っていますが仮想通貨関連のニュースまずはコインデスクジャパンのニュースです けどもマネックス証券、それから SBI、楽天、えー、そのいったところのです、ね、ポイントを暗号資産の入り口にしようという動きがです、ねまあ、活発化してきているというところがあの言われております、えー。国内の大手ネット証券会社が個人投資家に付与するポイントを、えー、暗号資産投資をです、ね、始める入り口として活用する動きを強めていますということで、まあ、楽天なんかはです、ね、結構以前からやっているんですけれども、まあ、マネックス証券なんかも、えー、とコインチェックをね、参加に持ってますので、たまったポイントをビットコインやイーサ、えー、リップルに交換できる サービスをすすででに展開していいるという,うな状況です、まあ、こういったそのポイントをです、ね、暗号資産に交換するという、えー、取り組み、まあ、これに関してはやっぱり参入障壁非常に低いですよね。一、えー、から仮想通貨で何かわからないようなものの取引所を解説、ね、してそこにお金を入れてとていうよりかは、まあ、信頼できる楽天なんかがです、ね、やっていて、ポイントだったら別に投資してもいいかという、ね、参入障壁がまあ低くなるということで、新規のです、ね、ユーザーを見込んでいるということですよね。まあ、この記事以下に、ね、リンク貼ってますので、また見ていただきたいんですが、 まあ楽天ポイントなんかも総額ですね、2.5兆円を超えるですね、ポイントを運営しているそうですね。まあ、こういったところが暗号資産にね、ちょっとでも流れてくるだけでも結構大きなですね、インパクトになると。SBI はクレカ利用分の3%を XRP で交換することができるっていうキャンペーンもやっているということですね。で、今ですね、JVCEA、日本暗号資産取引業協会っていうところがですね、公式のデータを出しています。このデータによると、日本における仮想通貨のですね、取引口座は今560万口座あるそうなんですね。 一方、投資信託ですね、えー。これに関しては、日本人のですね、約28%が保有しているということなんですよね。これ2021年のデータですけども、まあ、日本の人口1.2億人だとすると、3360万人が投資信託を保有しているということになるそうなんですよ。まあ、過疎貨の6倍以上ですね、まあ、保有しているっていうことなんですけれども、投資信託はね、ずっと伸びてきてるそうなんですが、やはり直近ではですね、まあ、老後の2000万円問題、まあ、日本政府も推進してですね、投資を促すような、えー、そういった 政策もですねたくさん打ってきているということで、えー、まあどんどんですね保有者が増えてきてるっていう状況なんですが仮想通貨に関してはですねやっぱり詐欺などのトラブルについて注意喚起している状況がねずっとあるということでやっぱり一般の消費者ですね不安に駆られやすいっていうことですよねなのでこういったね大きな会社が、えー、暗号資産へのですね入り口を参入障壁をね下げてくれたりとか何かしら促すような政策に変わってくればですね大きく状況は変わってくるんじゃないかなというふうに思いますちなみにそのポイントでですね暗号資産を購入するっていうところは。 僕はよくね、考えた方がいいと思ってます、えー。通常のですね、ポイント還元率よりも低いポイントで暗号資産に交換できるっていうサービスがあったりとかするので、僕の個人的な感想としては、やっぱりもう自分のお金で、えー、口座をですね、開けていく、そこに日本円を入れて、えー、そこからですね、トードを始めるっていうのが僕は一番いいかなとは思います。まあ、そのあたりはね、考え方の違いですので、ぜひねあの、交換する前はいろんな条件をですね、調べてみるのがいいかなというふうに個人的には思っております。それから次のニュースですね、えー、と、これは SEC のですね、ニュースですけども、 個人の仮想通貨投資家、伝統的なマーケットと同じように保護するべきだということで、SEC の委員長、ゲンスラー委員長がですね、述べたということですね。原則委員長もずっとこのことをですね、言っておりまして、証券なのか、えー、それとも証券じゃないのか、そのあたりがね、もう通貨によっても結構バラバラだというところで、やっぱり一旦ちゃんと整理して、伝統的なマーケットと同じように、まあまあ株式だったりとかね、そういったところで証券法の中で、えー、ちゃんと整備することが必要だということをですね、述べたということですね。その中で、このアメリカのですね、CFTC っていう組織があります。 アメリカの商品先物取引委員会で、すねここのの意見としては仮想通貨の多くが商品に該当するとで商品に関しては、ここの CFTC のですね、ところですので、SEC は仮想通貨などの商品に対する権限は持たないということをですね、この CFTC がえ去年ね、反論したこともあったということなんですね。で、その中で直近、このゲンスラー委員長がですね、えー、ちゃんと取引所の監督は、まあ、SEC と、それから CFTC だとまあ分担して、えー、ちゃんとね、整備していくべきじゃないかみたいなことをですね、言ってきたということで、まあ、どちらかというと協力をね、 求めているという風なあのスタンスですよねそれに対して CFTC のですね元委員の方はこの発言を受けて公に連携を呼びかけるっていうことはイコールコントロールを今失い始めているんだろうということをですねコメントしたということでちょっとね話題になっているわけですねまあ、大統領令のこともあってゲンスラーさんもですね大統領からもですねおそらく相当ね強く言われているんじゃないかなっていう推察されますけれどもちょっとまだまだねこう先が見通せない状況だということで引き続きね最新投稿を追っていかないといけないかなという風うに思っております でそれからですね最後のニュースです、えーと。イーロン・マスクさんですね、久しぶりに登場しました。同、え、時、ー、コインがですね今、上昇しているんですけれども、えー、これはですねイーロン・マスクさんの効果が、えー、再びね発生しているんじゃないかってことがですね言われています。何が起きたかというと、もう皆さんねご存知だと思いますけれども、イーロン・マスクさんがですね直近でツイッターの株式の約10%を取得したんですね。これによってツイッター社のですね筆頭、えー、株主になったんですね。なので元の、元 CEO のジャック・ドーシーさんよりも、えー、今、イーロン・マスクさんの方はですね株式 ツイッター社の株式を多く持っているってていいいるるうう状況になっているそうなそんですねじゃあなんでイーロンさんがツイッター社の株式を保有すると同時コインが上がったのかもちろん期待されるところとしてはツイッターの支払いとかチップのですねツールに同時コインを組み込むんじゃないかっていうふうなです、ね、推察からということですね今一応ツイッターにはですねビットコインとイーサの通貨に対してはですねサポートしておりますのでここに同時コインを、ね、組み込んでくるんじゃないかなっていう期待感から同時が上がっているっていうことですねはい過去にはね本当に市場をですね大混乱させたようなことをですねツイッターで で、もう実際、イーロさんのですね、発言力っていうのは直近ではかなりね、下がってきてるということで、あまり動かなくなってきてるんですよね。なので、今回結構ね、物理的な作戦に出てきたというか、まあ、そういった感じにね、見えなくはないんですけれども、まあ、こうなったからには引き続きですね、イーロン・マスクさんの発言に関してもしっかりね、注意をしておかないといけないかなというふうに思っております。まあ、同時保有者に関してはかなりね、こう期待できるようなニュースなんじゃないかなと思っています。じゃあ、最後にですね、板の状況 今のビットコインのですね、オーダーデプス、イタンの状況ですね、えー、見ていきたいと思うんですけど、上が、えー、売り板、下がですね、買い板となっております。今の目先の状況を見ると、買い板がですね、依然として厚いです。えー、しかもここ、4万6千ドル付近で大きなですね、買い板が入っているのが確認されます。上に関しては4万6千8 0とか、まあ、この辺り結構大きいかなっていうところですけれども、まあ、もう少し上を見るとですね、だいたい4万8千500ぐらいまでね、えー、まあ、厚めかなっていうところですけれども、 も以前としてやっぱりね今は買い勢がちょっと優勢になってきてるかなっていう風な状況ですよね。一つこの四万七千七百付近でね、えー、板の状況が変わってるんですけどここ結構ねテクニカル的に意識されています。えー、そのあたりに関してチ、えー、ャートを用いてですねテクニカルで説明していきたいと思います。はいじゃあまずはビットコイン日足からね、えー、見ていきたいと思います。えー、今のビットコインの額がは四万六千六百まで上がってきてますね。えー、直近では結構陽線増えてきております。で昨日のところでですね大きな下平げつけたんですね、えー。ここの価格帯に関してはヒゲがお。 大きく伸びています。従って、ここって意識されるよねっていうところが、市場のコンセンサス、まあ、みんなの総意になっているわけですね。直近でもここ2回ですね大きな下ひげつけましたので、この辺り硬いんだっていう、市場のです、ね、植え付けっていうのは完了しているというふうな感じですね。で、市場がですね、大きくこう、下落トレンドだったりとか、上昇トレンドに乗っていくときっていうのは、えー、短期的なところをね、判断していくのに、僕がいつも使用しているのは5日移動平均線、5日の移動平均線ですね。この緑色のところがそうなんですけど、上昇していく際っていうのは、この5日移動平均 ににずっと下にもで、すねサポートされながら上昇していくとでこれを割り込まれると、一旦勢いがなくなるっていう風な展開になることが結構多いんですけれどもえ、そういった意味からいくと、今ですね、また5日移動平均線の上に価格帯を持ってきておりますので、ここからですね、また一気に上昇する可能性、まあ、一気にというか、4万8000ドルぐらいまでは上昇する可能性は引き続きですね、見ていかないといけない相場かなと思っています。で、まあ、4万8000ドルとね、下に関しては20 m 目が迫ってきてますので、このあたりのもみ合い相場っていうのは、まあ、もう少しね、続くんじゃないかなっていう風に見ております。 その中で短期的にですね、動きを出しそうなのが、本当にですね、直近、えー、本当に今日とかね、動くかもしれませんということで、でさっき言っていた4万7700のポイントっていうのは、ここ直近見るとですね、結構上引きがね、こういう風に伸びていますよね。この上限付近の水平線がだいたい4万7700付近になるわけですよ。なので、こういったここまで上昇した時に、短期的な売りを狙っているっていうのが、まあ今のところ確認できると。で、一方ですね、もう一回ね、ちょっと板を見ていくんですけど、えー、とここのですね、4万6700、4万6700 16800付近にも結構大きな売り板が入ってますよねこれは何かというと今の価格帯です今の価格帯をですねしっかり見ていくと ここサポートラインですよね。ここ抵抗ライン。こんな感じで今ね、サポートラインが抵抗ラインに変わっているんですよね。で、これを抜ければ一気にですね、4万8000ドルまであ、まあ、上がっていくんじゃないかと。その手前ぐらいでえショートに入っているっていう風な感じにえ今なっているという感じですよね。なので、そこから行くと、えこの4万6600、700ぐらいのところをですね、ブレイクすると結構早い動きの中で4万8000ドル手前までですね、試してくる可能性は結構考えられるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、今4万8000ドルはかなり意識されているっていうのは以前から言っていますけれども、ここでどうなる かっていううのははっっっきり言ててて読めまませせんん、まあ、抵抗されれるるるる可能性も可能性もあるししし48,000ドドルル抜けて一気にに5万ドルを超えるようなですね上昇がくかこれはちょっとねわからないんですけどもデイトレードをする場合においてはここまではですね、まあ、取っていけるということでしっかり短い時間の中でこの幅をです、ね、取っていくトレードっていうのはここのブレイクからはですね狙っていけるんじゃないかなと思いますまあどっちにブレイクするかっていうのは非常に難しいんですがやっぱりここの安値をですね切り上げているっていうところですよねここは結構市場にとってはですね交換される一つの要素ですし まあ20と50円目もね、えー、まだサポートとして機能するような位置関係にいますので、まあ、引き続き上目線で今日の夜とかにですね、一気にこうやって48000円を試すような展開っていうのも訪れてもおかしくないような、えー、形状にはなっているんじゃないかなと思います。で、引いた目線で見たときに、次の、えー、タッチですよね、次の48000ドルチャレンジでもし行くことができなかった場合は、結構、えー、まずい展開というかね、大きめの調整につながってくる可能性は僕はあるんじゃないかなと思っています。やっぱり大きな目線でダブル,ボ、えー、ダブルトップがですね、機能して、上やっぱり重いんだっていうふうに なってくれば、えー、例えばですね、この 20MA なんかもね、こういう感じで上がってくると思いますけども、えー、例えばこういって価格がですね、下抜けすれば、結構大きめの、まあ、下落にですね、つながってくる可能性もあるので、えー、ここはちょっとね、警戒したいところですけど、まあこの、これは次の展開ですので、日々の中でしっかり分析していきたいと思います。じゃあ次ですね、イーサリアムの方を見ていきたいと思うんですが、イーサに関しては結構ですね、強気の上昇がまだまだ続いているというふな感じですね。引き続きこの5日移動平均線に乗って、一旦割り込まれてもすぐ回復して、またですね、5日移動平均線の 上に価格を載せているとで、今ですね、200日移動平均線も抜けようとしてますので、えここからですね、まあ、大きくな状況え、上昇につながる可能性は結構ね、あるんじゃないかなと思います。移動平均線ゴールデンクロス、まだまあ、昨日の展開の通りですよね。とりあえずは3660というところが意識ラインとして機能してますので、えこれをまあ,あ、試しにいくんじゃないかと思いますけれども、今200日移動,移動平均線のところでねえ、ちょっと止まってますので、一旦こう下げられる可能性は考えておかないといけないと。ただし、そこはですね、また買いポイントになってくる可能性は非常に高いと。 思います四時間足で見るとこんな感じですね。今の状況を見ると、えー、まあ上昇ウェッジみたいな、ね、形になっていますよね。ここのラインをぶち抜いていけば、結構大きなですね上昇につながってくる可能性は結構あるかなと思います。3660とかもねこの水平線ありますけど、うん、これも抜けていって次のポイントね、ねこれを抜ければで、ね、4000ドル付近になりますね。なので、まあ、そこまで,です、ね、一気に駆け上がるっていう可能性もなくはないので、まあ、そうなってくると 48, ドル、あのビットコインの48000ドルの突破とは同じような、ねえー、時期になって ってくるんじゃないかなと思うのでまあいろいろ相関してですね、見ていかないといけないですが、イーサに関してはですね、やっぱり今、強気の傾向がですね、ずっと続いているというふうに見ております。RSI もまだね、変わりすぎっていうところまで上がってはいませんので、引き続き、まあ短期的な調整は加味しつつ、下がった相場はですね、引き続きチャンスになるっていうふうな感じでですね、今は僕はですね、見ております。x r p に関しても、まあ昨日からアップデートほぼないですね、動いてないので、まあただ、あの形状としてはですね、安いの切り上げて、移動平均性のサポートも受けやすい展開にはなっていると。でで まあちゃんと維持しているっていうところは一つね評価できるポイントかなと思いますただちょっとね高値がこう切り下がりつつあるような状況ですのでここからまた一段下がってくればちょっとね環境変わるかなと思います特に今日がえー実体レベルでですねこの 80セントくらいまでね、下がって、その下がったところで確定とかしてしまうと、次の日からですね、もうちょっと大きなね、下落に繋がってきたりとかっていう可能性もあるので、結構今ね、重要なポイントだというところは、あの抑えておきたいところかなというふうに思っております。はい80セントですね、ここが割られたらまずいラインかなというふうに思います。一方、体のに関しては、かなりですね、強含んできております。直近のね、海外のニュースとかでも、結構大口のですね、クジラがですね、体のを買い集めているっていうふうな報道もあります。報道もありますというか、あの、 オンチェーンをですね見るとそういう風な状況になっているようですね。なので、こういう下からねこう押し上げるような上昇につながっている要因の一つはですねそういったところかなと思うんですが、えー、今のところ見ると、ですねやっぱりこの水平線、えー、ここずっと高値試しているけど、いけてないので、この1.22付近を抜ければ、早い段階で1.47まで到達する可能性は出てくるんじゃないかなと思います。でその時期に関しては、えー、この20日移動平均線、ここをしっかり見ていって、もうすぐですねもうタッチしてくると、えー、とあとね、2、3日後には、おそらくですねタッチするようなところまで上がってくると くると思うんですねなのでそこからするとやっぱり今の状況、まあ、買っていきやすい展開ですので、えー、新規の買いが入ってきて、まあ、近々ですね一気に1.47付近まで上昇するっていう風な相場も考えられなくはないんじゃないかなと思いますなので、まあ、今からねその分割でエントリーして、まあ、下がってきても、えー、引き続き移動平均線のサポートを受けるのでここでもしっかりねエントリーしていってっていう戦略でいけばですね、えー、分割しながら、まあ、1.47ぐらいまでは試してきてこれを抜ければもっともっと大きな上昇に繋がってくると思うのでデイトレードするんであれば1.47までの上昇とそれ 以降の上昇っていうのを分けてですね考えていくっていうのが重要なんじゃないかなと思います、まあ、いずれにしても引き続き1.47まではですね上昇目線で見ていくことができるんじゃないかなと個人的には思っていますその中で同時コインこれもね結構重要なポイントをですね抜けましたよね移動平均線密集でなかなか上に行けないっていう状況が続いていたんですが一気にですね相場を動かしてきましたここからやっぱりねサポートされながら上昇していく可能性非常に高いかなと今日紹介したバンドもあって上昇目線にねなっているわけなんですけれどもここから移動平均線のですね押し上げ圧力 も受けててて一気にですね上昇してきてこの1点あ、えー、と16セントですね、この辺りが直近の抵抗体として機能する可能性が高いですので、えー、ここでねしっかり抜けていくことができれば、次26セントとか、本当に次のですねステージに向かって上昇していく可能性が出てくると、えー、そういう風な展開かなと思っています。まあ、いずれにしても、この移動平均線的には、ねえー、下落トレンドを終えて、ゴールデンクロスを形成しに行く前のですね段階になっていますので、引き続きまあ強気目線で見ていくことができるんじゃないかなと思っています。続いててアアトムアトムムに関しても、えー 直近でですすね出来高がが徐々に上がっていますここは一つかなり評価できるポイントかなと思っています。RSI やマ a c d もね、えー、いい感じですよね。で、今のところ移動平均線密集しているのでまだ方向感としては出てないんですけれども、まあ、本当にいつこの32ドルですね、ここ抜ければ結構大きな展開になると思うんですよね。ここ抜ければ多分ね、43ドルまでは一気に、ね、上昇するんじゃないかなと思っています。まあそういったね重要な局面ですので、本当に今週大きなですね動きになってくる可能性はあります。もう移動平均線密集になっているので、どこで動いてくるかね、タイミング的にちょっと押し上がる こととででできないんですけれども短期のところでね上昇トレンンドラインを引くまあこれでいくと4月中とかいう感じになりますけれども、えー、今からね相場を押し上げていけば本当に今週中に一気にですね上昇っていう可能性も、えー、十分ね考えられる相場になっているんじゃないかなと思いますはい4時間足で見るとこんな感じですね、えー、一気に移動平均線を抜けていって戻したポイントやっぱりここサポートされて、えー、もしかするとこの次のですね上昇で32ドルを試した場合はそのまま抜けていく可能性が出てきますのでやっぱり直近の動向、えー、しっかりねこの出来高も上がっているというところも 含めててて注目しておくべきじゃなないいかなと思っています最後、じゃあ、イーサリアムクラシック、これ久しぶりなんですけど、一気に上昇した後、なかなかですね、勢いが続かなかったっていう相場になっています。はいで、引いた目線で見ていくと、冷やしレベルではね、このすべての移動平均線を抜けてるんですよね。で、えー、と50ドルの意識された水平線に抵抗されて、まあ、下がってきてると、そういうふうな展開ですけれども、まあ、この50はね、かなり意識されてるんですね。で、40も意識されています。ここから下がってきたときに、40付近では移動平均線の密集 ポイントというかね、20もあるし、200もあるし、数日すると、まあ50日なんかもですね、ここの辺りで、えー、ポイント上がってくると思いますけども、ここやっぱりね、サポートされやすい環境はかなり整ってるんじゃないかなと思います。で、加えて、やっぱり出来高のですね、出方が全然違います。やはり、まあ、今後ですね、イーサリアムがプルーフオブステークっていうね、方式に移行しようとしている状況で、えー、既存のですね、マイニング装置では掘れなくなる。だから、イーサリアムね、掘っているマイナーたちは、イーサリアムクラシックに移行するんじゃないかってことで、注目を集めて、まあ、上昇したわけですけど、その動きっていうのはやっぱりね、今後、 引き続き高まってくるんじゃないかなと思います。なので、数ヶ月すると、本当にあの時がね、大底だったな、みたいな相場になる可能性もあるので、この出来高はね、そこはしっかり見ていかないといけないかなと。明らかにね、直近では上がってますけれども、もう少しこう引いた目線で見ると、こういった状況からはですね、明らかに小さい出来高なんですよね。はい、ここが出来高はもっともっと上昇してきて、で、しっかりサポートして50ドルを抜ければ、相当ですね、目線は変わってくるんじゃないかなと思っています。ということで、今日はですね、7通貨見ていきました。まあ、今のところもまだですね、強気目線かなっていうところですけれども、 明日のですね、FOMC の議事要旨、3月分の議事要旨が発表されたりとか、ビットコインのですね、今イベントがマイアミで開かれていますけれども、そういったサプライズ、まあそういったところにね、引き続き、まあ期待しつつも、警戒はね、しておきたいところかなというふうに思っております。ということで、今日の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。